こんにちは、せやこかりかりちよです。かりちよって気軽に呼び捨てしてね。今回キューガル専属モデルの書類審査通過して、そしてキューガル編集部に入っただけでもすっごく嬉しかったのに、なんとキューガルモデルに選ばれるなんてすごく光栄に思ってます。ありがとうございます。キューガルは全国の本屋さんで何万冊も売れてる雑誌だけど、かりちよ、これからもキューガル愛をもっともっともっとたくさんの人に広めれるようにこれからも頑張ります。やってきました、2022年キューガル表紙育てです。イエーイ。ということで、かりちよはまず自分の自己紹介からします。まず10歳小学5年生です。身長は145センチ、いや待って、身長は154センチ、体重は41キロです。そしてもちろんカリチオの好きな食べ物はラーメンです。そしてキューガルではイヤリングやバッグなどを合わせた統一感のあるコーデラや靴下で垢抜けちゃおうとか、お休みの日にエクステつけようなどの企画をやってみたいなと思ってるよ。今回はカリチオのピンク中心メイク紹介します。それでは最後まで見てくれて嬉しいです。レッツゴー。まずは下地からやっていきたいと思います。これを使います。マキアージュドラマティックスキンセンサーブレスを使います。これを顔全体に塗ります。いつもはファンデーション塗らないんですけど、ファンデーションを塗りたいと思います。マキアージュドラマティックジュリーコンパクトですを使います。で、塗っていきます。OK です、ファンデーション終わりました。メイクアップフォーエバーウルトラ HD ルースパウダーです。使います。塗ります。エベリンボリュームエクスプレスラッシュセンセーショナルフレージュのブラックを使います。次はそしたらアイシャドウを使います。これがスリフトアイカラーパレットレイチのアイシャドウです。ピンク系の色ですよね。目の色を下のここに塗っていきます。涙袋にね、最近凝ってて、あ、で、これを紹介します。アデニアザリフレッターエン、この真ん中の方にこう塗っていきます。動かしたいと思います。次はハイライト入れていきたいと思います。ハイライト入れ、ここじゃなくてこの上に高みを出すために、これセザンヌパールゴローハイライトレイオンを使っていきたいと。シークレットシェーディングライナーレイジを使います。これすごいいいです。ぜひ使ってみて。アンディシアプリティーイージーグリッタースティックいきたいと思います。ロム&リキッドグリッターシャドウレイ2、ウズアイオープニングライナーです。アイライナーなんですけど、ちょっとだけこの下の目はキワキワに入れていきたいと思います。次はこのアイライナーを使います。普通に茶色アイライナーなんですけど、このちょっとキワキワのところにシュッて引きたいと思います。これはちょっと真剣にやらないと。キャンメイク、クリームチーク。あれ、そしたらチーク。これとりあえず薄めに塗っといて、次のチーク、こちら。
コフレドールスマイルアップチークス S です。チークス S です。さっきのやつセザンヌパールグレーハイライトレイヨンもう一回使います。今ノーズシャドウやっていきます。インティグレート 3D ニュアンスパウダーです。これちょっとこれも指やります。次は眉毛をやっていきます。サナニューボン W ブロー EXN。 リップライナーはアテニアリップライナーホルダーこんな風にかけるなって言って、こっちはブラシです。プバーム、ウィンテージレッド。こんな感じだ、ちょっと。ロム&JL ティント。ほら、内側に塗ります。オッケー、完成です。着替えたよ。クマ耳ヘアにしてもらって、あとは服はこんな感じ。楽しんでもらえたかな。応援よろしくね。バイバーイ。